5歳の時に父親が空手の道場に、まあ、無理やりですね、無理やりこう入門させて、僕は最初は嫌だったんですけど、格闘技自体の面白み感じたのは、まあ、小学校入って大会に出て成績がこう残せるようになってからですね。まあ、もうそうですね、倒すことしか考えてないですね。もう試合の時は本当に相手も僕を倒しに来てるんで、もうやらなきゃやられるんで、本当にぶっ倒すつもりで戦ってます。はい、今本当に僕は KO を求められてるんで、もう相手をどうすれば KO で、どうすればいい勝ち方をできるかっていうのを考えながら練習してます。でもお客さんをこう喜ばせる、皆さんの記憶に残る試合がしたいですね。本当にただ勝ってチャンピオン、それじゃもうつまらないと思って、こう、まあ、今までの試合で一番嬉しかったですね。本当に今も試合やってますけど、やっぱその時の試合が一番印象に残ってます。こう周りの人の力を借りて一緒に戦って、いや、それでまあ勝つことができて、まあ、取ったベルトなんで、本当に、まあ、いい試合だったなとは思います。まあ、そうですね、たまにこう、まあ、出かけるときとかに気分転換でかけたりすることはあります。僕髪型とかもいろいろ変えるんで、こうちょっと派手めなやつ、まあ、一番思うのはかけやすいなっていうのは思いますね。ずっと使っていきたいなと。